んにちは、私は今国スタイルの品川サロンに加圧トレーニングの体験にやってきています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。オーナーの、飯田邦子さんです。そうです。国スタイルの代表の飯田邦子と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。加圧トレーニングっていうと、はい、私も実は以前やっていたことがあるんですけど、はいはいはい、でも今日は加圧、はい、のヨガをできるって聞いて。そうですね、加圧のベルトを巻いた状態でヨガの動きを入れることによってより女性らしいラインができてきます。どうしても加圧トレーニングってすごく効果があるんですけれども、逆に肩周りにすごい筋肉ついちゃったりだとか、あとはやっぱりそのトレーニングの仕方によって体を逆に痛めてしまったりとかもあるんですけれども、ヨガの動きを入れることによってより女性らしくしなやかで細長い筋肉ができてきますので、すごいこう代謝を上げながらスリムな、はい、スレンダーな体作りを目指して、はい、女性向けのトレーニングを提供させていただいております。なんかこう加圧トレーニングっていうと結構きついのかなっていうイメージがあると思うんですけど、加圧のヨガだったらそんなにきつくはないですか？いや、加圧のヨガでもきついのはきついですね。ベルトをかけることによって早い段階で乳酸がたまるんですよ。乳酸っていうのは通常長時間高負荷のトレーニングをしないとなかなか乳酸ってたまらないんですけれども、加圧をかけることによって乳酸が早くたまりますので筋肉が錯覚を起こします。すごい運動をしているって錯覚を起こして、で筋肉が脳下垂体に指令を出して、脳下垂体からたくさんの成長ホルモンが出るというのが加圧 の、 そのメカニズムとなってますので、どうしても楽をしちゃうと全く効果がないんですね。ちょっときついなっていうぐらいがいいんですね。きついぐらいがちょうどいいと思いますので頑張って。はい、わ、はい、かりました。今日はじゃあこれから加圧ヨガを体験してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。